1961年の近鉄バファローでは、1961年に、ついての近鉄バファローの動向をまとめる。この年の近鉄バファローは、千葉茂監督の3年目のシーズンである。過去2年は主に巨人から選手が大量入団したが、この年の補強は、新人の徳久敏明と国鉄を、戦力外になった元巨人の岩下森道程度に、とどまった。 シーズンが始まると、いきなり開幕4連敗、4月中旬にも8連敗を、喫するなど、いきなり低迷、5月中旬にも6連敗を喫し、再開に転落すると、その後も6月から8月にかけて10連敗を3度も、記録するなど大型連敗を繰り返し、2度と再開から、浮上することはなかった。打線は、小玉明年と、関根純三。 入団2年目のブルーム以外はパッとせず、チーム打率はリーグ5位、投手陣は徳久差が15勝を挙げ新人王を獲得した一方でリーグワーストの24敗を喫し、他に2桁勝利投手はなくチーム防御率も4点台近くというアリさまでリーグ再開。10月4日にとうとう100敗の大台に到達し、最終的にプロ野球ワーストとなる103敗を喫した。 チームは優勝した難海に実に51.5ゲーム差、5位の阪急にも18ゲーム差と大きく引き離されて1958年から4年連続の再開となり、千葉監督は責任を取って辞任、ベッドを薫るが新監督となった。またこの年は、後に近鉄の主力打者となる、土井正宏が入団した年でもあったが、この年は一軍出場はなかった。 対戦成績では優勝の難解に、同一カード14連敗を喫するなど5勝23敗、2位の東映には9勝19敗と大敗し、両球団の優勝争いをアシストする形となった。ありがとうございます。